歌って、さっきの。どうもゴーです。本日もご視聴いただきありがとうございます。いや皆さん、もう明日クリスマスイブですよ。もうね、今年はね、のんびりと家でね、過ごそうかと思われてる方たくさんいらっしゃると思います。ただ平日なんでね、簡単にできるものを作りたいですよね。なんか手の込んだものね、いろいろ作ってもいいんですけれども、忙しい中ね、簡単に楽しくできるものがあればより良いんではないかと思われます。なんやこれそんな時はね、皆さんカルディに行ってみてください。カルディ行きますと楽しいね、美味しそうなメニューたくさんあります。そんな中からゴーさん3品ほど厳選してきました。それがこちらでございます。はい、それではまずこちらから、オレンジチキンの素です。アメリカで人気のオレンジチキンの素です。カリカリの鶏の唐揚げに和えるだけで仕上がるオレンジの酸味が効いたソースです。なかなかね、美味しそうな感じですよ。それでは次、ガーリックシュリンプ。こちらガーリックシュリンプの素です。ハワイで人気のガーリックシュリンプがエビを用意するだけで手軽に作れます。ガーリックの風味と香ばしいエビの風味が食欲をそそります。玉ねぎの食感がアクセント。お好みでレモンをかけたりご飯にかけてもお楽しみいただけます、とのことです。こちらもなかなかね、アメリカンな感じの食材となってます。はい、次、はい、クリーム塩レモンパスタソース。こちらですね、僕の動画で以前ね、塩レモンパスタソースをご紹介させていただいたんですが、それのクリームバージョンですね。こちらはね、食べてみないとわからないんですけども、おそらくね、カルボナーラチックの味になってるんではないかと思います。というわけで、こちら3品を使いまして、簡単にできるクリスマスパーティーメニューを今から奥様と一緒にね、作ってみたいと思います。はい、というわけでね、今回はね、買ってきたのは元ばっかりなんで、準備するものを紹介していきます。こちら鶏肉、鶏もも肉ですね。エビね、 200g ぐらい、はい、あとはパスタと、ね、ベーコン ね、これね、玉ねぎ。そして簡単にするのにこちらも唐揚げ粉使います。今回はね、あとイタリアンパセリとレモンです。これぐらいでできると思います。今度はね、ちょっと時間かかる唐揚げからやっていきましょう。全部やっちゃう？ハムでいい？揚げちゃう？全部。今回はですね、簡単に作るためにあれ、オーブンのノンフライ機能を使って揚げます。あれちゃん、作らんでもいいんちゃう？うん、帰りにコンビニとかスーパーに買ってきたやつに絡めてもできるから。そうやね、最近美味しいのいっぱいあるからね、うん、市販のやつね。今回はちょっとっていうか、買ったオーブン使いたい。そうそう、オーブン使いたかったからじゃあこれを、皆さんご存知の日清の唐揚げ粉を使いましてですね、 2.5 ぐらいとかな。というわけでこちらを3分ほど置きます。はい、だいたいね、3分ぐらい経ったんで、そしたらこいつを並べていきます。ちょっとね、オリーブオイル振っときます。じゃあこれをオーブンのノンフライ調理で唐揚げしていきましょう。入れまして、蓋して、ノンフライっていうのがどっかにあるな、これか、これの4番が唐揚げか、4番が鶏の唐揚げね。これで OK で、スタート。じゃあね、あとはこれでほっときましょう。エビシはこれ、背わた取るんかな。背わた取るって書いてた。めんどくせえな背わた取る、うん、背わた取り担当やってもらいましょうか。ガーリックシュリンプの素を、うん、背わた取りました。はい、背わた取ってくれた。あ、殻どこ行った？殻なし。殻かっこよかったんじゃん。殻つけようかな。いいよ、後付けはできへんからこれ。トングもらっていい？これ結構残ってんの。あ、いいよ。力いっぱい絞った僕に出てるけど。どうし？このやっぱりほら力が出る。丁寧。カラーどこ行った？丁寧さ、丁寧さのカラーどこ行った？はい、
じゃあこれをね5分ほど置いておきます。唐揚げいい感じになってきた。そうやね。できました。はい。美味しそうやね、うん。さて、そしたら、多分これ30分ぐらい、うん、時間。時間にしたら、ちょっと唐揚げがさ、してる時間があるから、この唐揚げを出来合いのやつを買ってきた。エビもむきエビ買ってきて混ぜるだけで、あのお帰りしなりね、うん、あのデパートとかで美味しいから揚げとか、あ、そうやね、デパートでね、もうよろしいですか。こちらよろしいですか。完成しました。はい、美味しそう。パスタとオレンジチキンとガーリックシュリンプでございます。はい、お疲れ様。クリスマスお疲れ様です。って書いてた。一個で一人前でしょ。うん。うん。ちょうどいい。うん。美味しい。一口が大きかった。もうちょっとクリームかな。うん。もうちょっとクリームかなんかだけど。うん。クリーム風やね。これでも玉ねぎとベーコン入ってるから。うん。パスタだけだったらちょうどよかったかな。うん。うん。うんうん。おいしい。おいしい。うん。ビールに合いそう。うん。すごいおいしいこれ。これもいきますか。うん。オレンジチキン。オレンジチキン。ちょっとあのレモンの皮を、うん。何？すりおろして、うん。散らしてみました。おお。レモンピールですね。うん。こんな感じで。見えるかな。うん、美味しい。うん、うん、美味しい。うん、揚げてないくせに。なんかあの、蜂蜜の甘みと、うん、酸味が美味しい。量ちょうど良かったな。うん、これ以上150g って書いてたけど、うん、これそう少なかった。多分酸っぱいわ。うん、これってハワイの、うん、これアメリカやね。あ、アメリカ。今日ハワイって書いてた。うん、このチキンがどえらこぎです、うん、うまい。絶対食べた方がいいじゃん。絶対、うん、うまい。
はい、というわけで本日はクリスマス特別企画としてカルディで買ってきた3つの素を使ってパーティーメニューを作ってみたという動画でした。カルディ行ったらね、まだまだいろんな面白い食材、美味しそうな食材たくさんありましたんで、皆さんね、この機会に、年末もねありますんでね、ちょっとパッと行っていいもん探してみてください。またね、他にも紹介したいと思いますんで、その際はよろしくお願いいたします。というわけで本日の動画は以上となります。この動画美味しそう、役に立ちそうだったらグッドボタン、またチャンネル登録の方もよろしくお願いいたします。それではまた次の動画でお会いいたしましょう。ゴーさんゴンムビーゴーでした。グッバー。